あのニュースの言葉遣いについて今日語ろうかなと考えておるんですがえー、っとねテレビのニュースラジオのニュースでよく最近聞く言葉があってそれが「可能性」っていう言葉なんですよ。でこれ「可能性」っていう言葉ってすごいなんかいい意味で「なんかあれ君には可能性があるね」みたいな未来には可能性があるみたいな言い方もあるんですけど。 これ、ニュースで使われるとすっごい腹立たしいんですよ。私、私だけかもしれませんけど。なんでかっていうとね、あのー、これ、マスコミ逃げてんだよね、これで、可能性って言って。例えばね、うん、まあ、昨今で言えば、えー、現世界的に原油価格が高騰しています。え昨日も原油相場から、昨日の原油相場からさ、さ今日の原油そばが上が,っ上がりました。これにより、 国内物価がさらに上昇する可能性がありますとかっていうのよ。もしくはあの、または岸田内閣の副大臣が辞任しました、これにより岸田政権にさらに打撃が加わる可能性がありますとかっていうんだよ <laughs> あの、えー。支持率に影響する可能性がありますとかっていうんだよ、んで。ちょっと可能性がありますって何って思うんだよね。 れね、これマスコミってすげえなーと思ったのはこの言葉ってすごい逃げてんだ、ね、よ <laughs> 逃げてんだ、ね、よ可能性がありますって言えばだから可能性がありますって言えばそうな,らなかそうなった場合ほら可能性がありますって言ったでしょってなるわけですよところがそうならなかったとしたらいや可能性がありますって言っただけですからって。 断言はしてませんよみたいな。うん、例えば、まあ、今年今年で、ね、インフルエンザは患者が増えています年末にはさらにインフルエンザが大流行する可能性がありますって言ったとするじゃないですか。それは現にインフルエンザが大,大流行したらほら可能性がありますって言ったでしょね皆さん私らのマスコミが言った通りでしょってなるわけですよ。ところが何か,かで予想が外れて インフルエンザが、まあ、爆発的な感染しなかった場合いや、可能性がありますって言っただけですから何も確実に、まあ、感染が広がりますって言った覚えはないですよ、私は可能性がありますよって言っただけですからってただ注意喚起をしただけですよ、我々マスコミはって何か問題でもみたいな, <laughs> なんかね、なんかこうまいことを見つけたなと思うんですけどこれ、逃げてるとしか思えないんでね、マスコミって。 うんあのー、じゃだったら言うなやと思うんですよ <laughs> あの。インフルエンザが流行していますって、えー、でいいじゃんニュースはそれで終わりでいいんだよ。<laughs> であともそのかインフルエンザが11月に入って大流行していますで各地の保健所での,あの、ね、患者数はご覧の通りになっています、えー、これから皆さん気をつけましょうと言えばいいお話でしょう。 で、年末にさらに、さらなる感染が拡大する恐れがありま、可能性がありますなんて言う必要ないじゃん。別に。<laughs> うん。ないとはつけたがるのよ。だから、最大限に不安はあるんですよ。最大限に不安をあって、で、それが的中したら、ほら見たことが、的中しなかったら、いや、可能性って言っただけですから。<laughs> 不安もなんかあわってませんよって。 皆さんがそう捉えただけでしょってね。私らは可能性がありますって言っただけですよ。えー、ですよって。ま、マスコミはね。私ら可能性がありますよって言っただけですよふ。別に不安はおってませんよ。不安がおってると捉えられたのは視聴者の皆さん、あなた方ですよ。<laughs> 私らは関係ないですよって、それ逃げよってね。これ。だったら言うなって言うんですよ。だから <laughs>、言うなって言うんだけど、言わないと、 こう世間を不安に陥れられないから言っちゃうんだよね。余計な一言をね。だって、終わっちゃったら終わりじゃんだって。岸田内閣の岸田政権の副大臣が辞任しました。はい、次のニュースに行きますって言ったら、別に何もただのニュースじゃん。で、ここに、だから、あんまり面白みもないわけで、マスコミとしては。あ,あまたやめたんだね。またなんかやらかしやめたんだなって。で、さらなりで、あのね、 岸田内閣の支持率に影響が,及ぼ影響が出る恐れ,あ恐れがあります、たいんだけど、岸田内閣岸田政権の支持率に影響する可能性がありますとかって、なんかつけ余計な一言付け加えるね、あいつら。で、で、支持率に影響が出たら、ほら見たことが出なかったら、あれ <laughs> でも可能性がありますって言っただけで、かたしたら、みたいな、なんかそんなに逃げ道があってね。うん、なんかねうまい こと考えてね、だから意外に、あのね、マスコミってね、だから、ね、こうやってね、世間をね、不安な方に不安な方に持っていくだよ、世間って。マスコミって。不安な方、不安な方。で、そんで、視聴者が不安に駆られて、自爆してった方が面白いんだよ、マスコミって。ただニュースになるから、そっちの方が。<laughs> 金になるし、ニュースになるし。だからマスコミ、世間の人が、だから、要するにかコロナ禍でもそうだったでしょ。うん。あの、コロナって散々不安をって、 煽ったでしょ煽った飲食店があのー、ダメになりました飲食店がこれによって飲食店がちょっとあの8時までで、ね、営業が停止になっちゃったりとかしてでまあ歌舞伎町なんか好らか,かなったわけでしょあれ見てマスコミって撮って喜んでたんだよあれは <laughs> ほら見たことがさらにコロナが感染拡大する恐れがありますで、ねえー、重大な病気になる恐れがありますとか可能性がありますとかって言ってさ 散々世間煽って、煽りに煽ってさ、もう末期の頃なんて別にてただそこら辺にインフルエンザとだ症状変わんねえんつね <laughs> さ、なんかで無症状のやつがいっぱいいるだけなのにさ、感染者数がこんなに増えましたとかって散々言ってたてさ、これから第9波が来る可能性がありますとかって言ってたんだんで、で、来なかったんだけど、<laughs> でね、来る前に 5, 5, 5類終わっちゃったから、5類になっちゃったから、まあどうでもよくなっちゃったんだけど、ああやってね、で世間がウォーサーウォーサーをそこを見てね、喜んでたんだよ、あマスコミ屋さんって。 そんなな感じなのねだからなんかねでの可能性がありますってあ可能性がありますとさっきはちょいちょい言ってました恐れがありますとかって言えばなんかさ受けけ取る側ってすすごい不安なるわけですよ、ね、可能性がありますとか恐れがありますなんて言われるったらさえー、この先日本どうなるんだろうこの先明日どうなるんだろうって思うわけじゃないですか。 ね、日中関係がさらに悪化する恐れがありますなんて言ったらちょっとええーみたいな隣なんかミサイル打ち込んでくるんじゃねえかとか <laughs> ーなうーんみたいなうんうんみたいなって言ったわけですよねでなんかそんな外交関係に発展する恐れがありますとかって言われたらええーなん,なんだけどでも別に言わなきゃいい話別にだって恐れがありますなんて言ったらさ別に恐れが恐れがありますだからこれはマスコミの勝手な予想なわけですこれは。 はっきり言いますけど、可能性がありますとか、恐れがありますってのは、マスコミが勝手に予想することなんですよ。これは。で別に言わなくてもいいわけです、こんなの <laughs> いっ。うちらね、どうでもいい情報なんですよ、こんなの別にだって。で、この可能性があるかないかって、まあ、視聴者本人が決めることなんですよ。ニュースをも,も、いただいたと、教えてもらったときに、ね、インフルエンザー インンフルエンザの患者数が増えています皆さん気をつけましょう、えー、手洗い、うがいなど気をつけましょう、えー、とか言えばいい話なんだよでそこから年末まででこれ以上患者が増えるんじゃないかと思うか いや、これで気、頭打ちで年末年始だす意外に大丈夫なんじゃねえかって思うのは、我々の勝手なわけじゃん。<laughs> 我々の勝手なのに、なんかマスコミがなんかさ、あのー、悪い方悪い方に導くようにして、なんか可能性がありますとかって言ってるっぽいんだよ。<laughs> なんかね。で、これがすごい許せない。私的に許せなくて。うん。 嘘は言ってねえよ。嘘は言ってねえよ。でも不安にはさせるよみたいなさ、えー、我々の責任じゃないっすよ。勘違いしちゃあなた方のせいでしょっていうことに、なんか周知したいっぽいみたいな感じです。あと、点々点って何かって言うと、これナレーションねあ。最近のナレーションすっごい腹立つのさ、あのー、例えばさ、街頭インタビューの人間とかどこあ、例えばニュース映像とかの、 ナレーションつくじゃんあれね <laughs> で例えば「いや岸田内閣についてどう思いますか街の人に聞いてみました」とかって言ったら最初にさ割と肯定的な意見がいいいな,なるわけですよ「いやー頑張ってる方じゃないですかあのあの支持率は低いけど頑張ってる方だと思いますよ」なんて「外交関係も頑張ってると思いますよ」みたいな、ね、こんな物価高の中でもう岸,田岸田さんは頑張ってると思います」なんて言ったらさ一方 一方、別な意見も。で、反対意見いくんですよ。なんか、物価も上がらない、物価高か求められないしね、たなんて、閣を何人もやめちゃうしね、何やってんだかね、みたいなあってさ、あのさ、一方、こんな意見も。<laughs> ありますって言えねえのかよ <laughs> 俺はね。でいやだから尺の 関係でバッサリ切ってんのかと思ったらそうでもないんだよ。だって含み持たしてんだからだって画面切り替えるまでに 1, 1秒か2秒あるよ、お金なって。一方、こんな意見も出 <laughs> てから画面が切り替わって、いやー、岸田くん、なんかだ最近どどう、どうなのかねーなんてね、物価高いなんとかして知しいねだ給料上がらねえしねーなんて言って、2秒ぐらいも上がるんだよ。 こんな意見もありますって言えねえねのか <laughs> でもそんな2秒の間に言えるだろっていうねあのあのためは何なんだろうなっこれこのこ点々点,点は何なんだろうなって思ってすごいなんかイラつくんだよねこれ聞くとなんかさ、うん、なんか思いませんなんかなんあの一方は一方はこんな意見も <laughs> ってなん,えななんか言えようと思うんだけどさ なんでブツって切っちゃうのかなと思ってんの。あれ流行りなの？<laughs> あれってなんかこんなお店も <laughs> 中にはこんなお店も。 <laughs> ってなんか変わった店紹介するんだよね画面が切り替わって <laughs> なんだよそれっていうのさこんなお店もありますって言えありますって言えねえのかってんかね言えよって話なのから <laughs> あのぶつってきるのは何なんだろうねためてぶつってきるのはなんか面白がってねそれがかっこいいだと思ってんのかなと思ってなんかすごいイラつくんだよなあの,あのものすごい上から目線みたいな声でなんか鼻の鼻のついたような あれなんんでで意味やってんだろう、ね、あれマスコミさんは偉いんだよみたいなさ私は偉いのよ私はつきせ最初賢票でお姉、ね、さんだからさバカなあなた方にあのナレーションつけてあげるわよみたいな説明下げるわよみたいな,なんか言ってすごいイラつくんだよなあれなんか目覚ましテレビとか <laughs> 名前出すけど、うん、なんかねなんかすっごいなんかありますって言えないのってあなた方ありますって言えないのって なんか、中にはこんな商品も、てんてんてん、ありますって言えよとかと思うわけです。なんでブツって切るんだ、あれなんか、な、な、あれなんだろうと思ってさ。で、まあ、そういうマスコミがさ、最近の若者は言葉が乱れてますとかって言ってんだよ。一番乱れてるのはおめえだろ、おめだろ、ってさ、乱してるのはおめえなんだよ、おめえだろって思ってさ、なんか思うわけ。マスコミがなんかこういう、この文字、この、 かこの言葉をなんか悪用したりとかさなんかっつって切ったりとかするわけですよ日本語っつり切ったりとかするんですよなんてあのね結婚式披露宴でケーキに入刀した後にあのにケーキ食わして食わし合ってる新郎新婦に「あの一言お味は?」とかって言ってんだって違うそういうノリなんだよ お味は,お味はって言って,ってフォークさしてフォーク向けるマイカの代わりにフォーク向けてさ「お味は?」って言ってんのと同じだねどうですかって言えねえのかって思うんだけど、まあ、それを言うんだけど「どうですか?で」お味はって言って「おいしいです」って言ってやるんだけどそれと同じなんだよあれと同じノリなんだよだってわと我々に突きつけられてんだよ、うん、果たして感想はって <laughs> でなんかで画面変わって「いやー面白かったですね」なんて <laughs> 中にはこんな意見もとか「いやーなんかね面白かったんだけどねなんか間延び,びしてねちょ,っとちょっとね物足りなかったね」なんて言い <laughs> ながら何かさ <laughs>、うん、なんかさで 画面も帰ってくると、黙って、モニター見ながらさ、何も言わずにだ、さ、次のニュースですってね、なんか言えよと思うんですけどね、なんか、それもなんか言えよと思うんですけど、これね、問題なのがね、民放だけじゃなくて、NHK もやってんねこれ。NHK もこれ結構使うの、ね、よ、これ。この点て点,点って。なもういろんなニュースで使うわけ。うん。野党の反応は、あ岸田内閣の岸田総理の演説に対して、野党の反応は でなんかいつものメンバーが出てくるわけですよ。あのーあのー、ちびっこギャングとかですね。<laughs> なんかどうしようもない大人ちゃんがいっぱい出てくるわけですよ。<laughs> なんか何が言っていいか分かんないんだけど、ただ文句ばっかりつけたってい、一文の一つでもつけてやろうかみたいなのが、面々がザラザラって出てくるわけですけど。うん。野党の反応はこんな感じでしたって、なんで言えないんだろうっていうね。あんなぶっ切らぼのニュースあるかお前って。失礼だろお前、視聴者に対して、ね、お前やろお前、受信料払ってね、こうの。 向けてその、そのナレーションは何だと思うんだよ。俺、俺こ個人的に思うとさ、こっち受信料払ってやってんだと思えらんのにさ、何そのぶっきらぼのナレーションはお前って、ふざけんなこのやろうと思うんだよ。俺、それだったらさ、<laughs> 野党の反応は <laughs> <laughs>、うん、何なんだろうね。野党の反応はこんな感じでした。<laughs> 野党の、野党各党、昔だったらね、 あの総理大臣の施政方針演説があ,あ,のありました、えー、これに対して野党の反応は以下の通りですって、でえー、でなんとかで社会党とかって言って、えー、って言って、<laughs> 新自由クラブ、えー民社党、えって。 わーんとか言ってんです、ねえー、こんな感じでありましたとかって、えー自民党。自民党政権が喜んかでかって、えー、衆参、さっきの衆,衆議院選挙で大多数議席を打ったっても、まだ過半数の自,自民党ですが、えー、野党の構成がかなり強まっておりますって。以上、国会からお,お伝えしましたって言った。はい、ありがとうございました。次のニュースをいきましょう。次のニュースですとかってなるんだけど、もう今のニュース、こんなじゃないもん。こんな丁寧じゃないもん。 本当に。うん。なんか、なんなんだろうな、これ。こう、てんてんてんって、すっごい腹立つんだよな、俺。ニュースだったらちゃんと伝えるやと思うんだから、結論はね、ニュースはちゃんと伝えろ。伝えないから皆さん、テレビのニュースは見なくなるんですよ。何か意図的なものがあるんじゃないかとかさ、思うわけ。で、こういうことで印象操作、印象操作したりとかするわけ。 で、これでなんかぶっきらぼうなこと言ってなんかさ、あの、ちゃんとニュースは伝えない。ね、ナレーションもちゃんと伝えない。ね。で、こんな、だからもう高齢者からも見放されるわけですよ。なんで今のニュースはって決しんで、私だけかもしれません。これに怒ってるのは私だけかもしれませんけど、皆さんちょっと今日ニュースね、もう今日土曜日なんで、大,もう大したニュース来ないと思いますけど、明日、あ日曜朝だから、まあ、 最近ネットで話題の、あのー、サンデーモーニングとか見てきてですね。<laughs> あのー、見てみてください。あのー、よく対応してますかこれ。これよ、もうこれ、これ絶対これでます。これは、これは必ず、これとこれは必ず出ると思いますから。えー、皆さん、楽しみにしています、明日の日曜日。え <laughs>、私は寝てますけど、<laughs> えー、寝た上の明日は昼から仙台行くも見ますから、全部見ませんから。はい、以上で、えー、皆さんをチェックしてみましょう。はい、以上でございます。はい